なんてこった、部屋に鍵を忘れちまった。もう一度ブーツを脱いで履かないといけないが、もう時間がない。閉店時間までにこの DVD を返却しなければ延滞料金がついてしまう。こうなったら、これより自宅マンションにブーツを履いたまま潜入する。ブーツが床につかないように気をつけろ。昨日キャンプに行ったから大量の土がついている。ああ、言われなくても分かってる。フローリングは膝に応えやがる。ああ、カーペットだ。なんて膝に優しいんだ。これでやっと一息つけるぜ。ケビン、急げ、時間がないぞ。おっと、こうしちゃいられない。どこだ、鍵はどこにあるんだ。お前は昨日ズボンを洗濯したはずだ。その時にズボンから鍵を出したに違いない。ということは鍵は 95% の確率で洗濯機の近くにある。わかった、洗濯機に向かう。ここにあるに違いない。しかし真っ暗だ。スイッチはどこだ。届くか。雨だ。手がつりそうだ。ケビン、スマホを使うんだ。なるほど、了解。どこだ、どこにある。洗濯機の周りをよく探すんだ。探している。ああ、どこにあるんだ。昨日のことをよく思い出すんだ。わかったぞ。俺は昨日鍵を入れたまま洗濯してしまっている。鍵はズボンのポケットの中だ。ミッションコンプリート。よくやった。あとは DVD を返却するだけだ。うん、どうした。なんてこった、コンビニのレシートも一緒に洗っちまった。多少の犠牲は仕方ない。落ち込んで暇はない。時間がないぞ。しかしもう膝が限界だ。こうなったら、新調したばかりの革ジャンが台無しだ。クリーニング代は IMF につけとくぜ。勝手にしろ。
11時55分。なんとか間に合った。いらっしゃいませ。返却だ。すみません。なんだ。中身入ってませんよ。何？アクションインポッシブル。